昆布トロ、北王子、魯山人。昆布トロというのは、昆布と鰹節の煮出しだけで作るとろろ汁である。夏の朝、食事の進まないような時、あるいは何を食っても口がまずい時、または何も口に運ぶ気が起こらない時などに、これをこしらえて熱いご飯にかけて食うと、まずは大概うまいうまいで、日頃の三杯飯は知らず知らず五杯飯になること受け合いである。製法は極めて簡単だが、おいしく食うことの根本は材料の選択の遺憾である。昆布のことは今日大阪では心配ないが、東京となるとどこにでもあるというわけにはいかない。由来、東京は昆布の味を知らない。だから昆布だしの味というものを害しない。したがって昆布を使わない。それゆえ余り方法で売っていないということになる。東京人の舌はそう言っては悪いが、すこぶるずさんなものである。落ち着いた味、静かな味、淡い味を知るにはあまりにも荒っぽすぎる。だから東京好みは俗になりやすいのである。例えば黒い味、脂っこい味、そやな味、手っ取り早い味、落ち着かないせかせかした味、甘ったるい味というところに思考が動く。論より証拠。東京っ子は今もなお天ぷらが好きだ。しかも甘ったるいだし汁を用いて。うなぎが好きだ。これも中串以上の大物が好まれる。ちびマグロが好きだ。しかも脂っこいトロというのを好む。このマグロとか天ぷらとかうなぎとかいうものは、元来酒の魚として極めて調和の悪いものである。にもかかわらず、東京っ子はこれをもって喜んで酒を飲む。次に牛肉のすき焼きが好きだ。いずれを見ても、手っ取り早い簡単な味ばかりであって、女でも子供でも、女性でもというわけである。そして、これを自慢しいし日常生活に固く結びつけているのが、大部分の江戸人であり、東京人である。それを捉えて、私が東京人の舌はずさんであるというのも、あながち無理ではあるまい。しかし、昔から東京にも通人がいて、衣食住何でござれ、波尋常では済まさぬという凝り方の、趣味性に富んでいる人もいるのであるが、これも、みやびやかな風流人ではなく、よく江戸文学に現れるような、一種の形のあるものであって、ちょっといなせなところがあり、気取ったところがあって、知気があり、童心に満ち、愛すべきところのものであるが、やはりこれもまだ若いの一言に尽きるようで、軽い感じを免れない。昆布の選択が飛んだところへ脱線してしまったが、事実食通は鰹節の味ばかり知っただけで済ましているのでは問題にならない。ぜひとも昆布だしの味を知らねばならない。鯛の目玉で牛尾の吸い物をするのは良いが、鰹節の出汁では合点がいかない。鯛の牛尾は、何と言っても昆布出汁に限るものである。魚に魚の出汁では、魚味の重複で面白くない。これは理屈が言いたくて言うのではない。実際において、鯛の味と海藻である植物の味との混合で、牛尾の塩味は成立するようである。ところで、この昆布だが、
鰹節に上下の差異があるように、昆布だから一概に良い出汁が出るとは言い切れない。と言ってみても、良質の昆布は、東京では、そんじょそこいらに今なお売っていないようである。だから、私は京都の松前屋からわざわざ取り寄せる。産地の北海道土産だからと安心するわけにもいかないようである。幅広で白い粉が吹き、立派に見えるものだからといって、うまいとは限らない。東京で安心して買えるのは、今のところ、室町の山際だけしか私は知らない。とにかく、うまい料理の根本は材料にあると考えねばならぬ。包丁の力は4であり、勾配の力は6であるというようなことを中国の随縁という人が言っているくらいで、美食は裏表ともに食品材料の鑑識が必要であり、またその食品鑑定ができるようでなくては料理はできないということにもなるのである。さて、長談義をこのぐらいにやめて、いよいよ昆布とろの製法に取り掛かろう。まず、最初、上等の出汁昆布の砂を落とし、塵を払い、水を使わずに洗ったようにきれいにする。次に、縦長に幅5分ぐらいに、真田紐のようにハサミで切る。それをまた小口から細く長く5分の糸のように切る。昆布茶の出来合い品のように。次に、鰹節の煮出しをやや濃いめに作る。鰹節1合に醤油3尺ぐらい入れた味をつけ、微温程度に冷ます。ただし、刻み昆布1合、煮出し2合ぐらい。以上で材料は整ったわけである。次は、すり鉢に前に刻んだ昆布を5尺とか1合入れる。1合なら5人前ぐらいになる。刻み昆布の入ったすり鉢の中へ、前途の醤油加減した出汁を最初少しばかり入れて、それをすり鉢5本ぐらいを片手に持ってかき回すのである。すりこぎでするのもよい。それを10分間ぐらい根気よくかき混ぜ、昆布より粘りが出るようになるまで続ける。こうして、以前の出汁を少しずつ入れながら同じことを繰り返し、なるべくとろろのようにドロドロした液を作るのが、昆布とろの眼目である。人手の多い家なら、代わり合ってせいぜいかき混ぜ、ネバネバしたものに仕立て上げるのである。かくして、出来上がった汁を昆布は除き、炊きたてのご飯に少量かけて、その上に浅草海苔のもみ粉を少し振りかけて食べる。ただこれだけであるが、万人向きにうまいものであって、食通を喜ばすに至る調子の高い料理である。これを要約して言えば、昆布と鰹節の味の長所を合理的に利用した簡単な美食である。精進なら、鰹節を用いないでやるのも良いだろう。